ダイヤル急通で女の子につながった彼女の言うことに年は22普通の OL 話が弾んで電話台も裏に上りところでお姉ちゃんあんたの名前なんての俺は24羊年の年男仕事はグラフィックデザイナー年収500万スポーツは万能さ家柄もいいみたいもちろん全部大嘘なんだけどさところでこの電話男はすごく高いのよかけ直してくれないかせこいけど許してねコレクトコールでもいいからさちょっと面倒だけど切な敵だけどせっかくだからもっと話そうよ君は誰に似てるの言われたことあるでしょう私笑った顔が嘘ね貴子さんかな俺よく言われるのは吉本の今田耕司貴子さんと今田の真夜中のテレフォンコールここにはよくかけるのふんたまにね会ったことあるかい全然ないの本当かな遊園地に行きたいってどこへでも連れてくよ貴子さんのためならたとえ火の中水の中初めて喋ったのがなんだか嘘みたいだね本当に今度会おうぜ明日すぐでもいいからとりあえず照れくさくても電話番号言ったでしょ真夜中でもいいから思い出したらかけてきてデベルの音時計は3時30分だけど許しちゃう明け方まで喋り込んですっかり睡眠不足さところで名前はなんて言ったっけそうだね涼子ちゃんだねデートしてもいいわよどうせ暇なんだし鼻血が出そうなのこらえて僕は必死で口説いてみた守りは固そうだけど約束通り電話をくれたのでここは焦らず回り道回り道この間は琵琶湖で友達と泳いできたの石に足を打ちつけて朝がくっきりよ明日会う時目印にしてくれてもいいわ短めのタイトで行くから多分すぐにわかるでしょう土曜の夜9時に場所は阪急エレベーター下であの子だろうかこの子だろうか俺はワクワクドキドキタバコを3本も吸った頃君はひょっこり現れた失礼ですけどあなたが電話の今ちゃんですよねにっこり笑った彼女は確かに貴子さんスマイルそば地の髪に胸元が大胆なキャミソール足には確かに琵琶湖で打ちつけたあざがくっきり彼女は予想をはるかに上回って可愛かったよとりあえず
お茶でも飲もうよ。俺の18番はカラフレア。明るいところで見つめ合うとお互いに照れ笑い、なんとなく落ち着かないね。だって不思議でしょ、3日前までは見ず知らずの2人だったんだ。なんと本当は17で、君は花の女子高生。名前は涼子と書いてよしこちゃん。今度は多分本当だね。禁じられた遊びさ、禁断の果実ってやつさ。10年が一昔ならよしこちゃん、君も俺にとっちゃ一昔。嬉しいような恥ずかしいような、悪いことしてるような。よしこちゃんは当然のごとく俺の腕に手を回す。おっちゃんはおろおろ、さてこれからどうしよう。決まってるじゃんなんて君はクスクス笑ってる。女子高生を酔わすのもなんだか危険でいいよね。ほんのり赤くなった君はタバコをプカプカ、あんまり吸わないけど気分でなんとなくね。不良じゃないのよ、今はこんなの常識よ。夜の河原町を二人でホロホロトロトロ、目の前にホテル2001が揺れて霞んで見える。絡めていた君の手に力が入って、話を変えようにも他の話題が見つからなくてさ。誓って言うけど俺はロリコンなんかじゃないはず。ただ君は確かに綺麗で眩しすぎて弱ったよ。壊れてしまいそうだし、壊されてしまいそうだった。飛び起きると全部夢で、いつもの朝ならよかったのに。気が向けば真夜中過ぎに君はタクシーでやってきて、稲川淳二の百物語なんかにキャーキャー騒いでさ。かと思えばいきなり唇を合わせてきたり、ああもうヘロヘロさ、どうにでもしやがれこの野郎。夏休みの宿題まだ山ほど残ってるの。あと10日でやらなきゃ内申書にも響くでしょう。感想文ぐらいなら手伝うけど、数学なんてとても無理さ。ちょっと覗くと本当に訳が分からなくてビビったよ。登校日には制服のよしこちゃんとデートした。昼下がりの西王子をアイスキャンディーかじりながら、君はやっぱり不良なんだろう、カバンがぺちゃんこだし。でも俺は知ってるさ、本当は君はいい子だって。まだまだ子供で、でも驚くほど大人で、目の前のよしこちゃんはまるで不思議な生き物のよう。神出鬼没だし、シュチニクリンだし、このまま行けばどうなるのかちょっと怖いよ。僕は遊びを知らないんだ、いい加減だけどさ。アイスコーヒーは夏の味、でもそれももう終わろうとしてる。君からの電話は生意気で可愛くて少し切ないけど、でももうやめよう、やめた方がいい、遊べないんだから。
安易だとか短絡的だとかまあいろいろ言われるけど、ああ確かにそうですよ、電話一本でよりどりみどり、でもたまにはロマンチックで切ない出会いもありますよ。だってそれはそう、かけているのは男と女なんだし、まあいいや、人にはそれぞれ考え方があるものね。ただ今日は俺ののろけ話を聞かされてご愁傷さま、でも誰もが窮屈でこんないい目に会えるとは限りませんよ。これもひとえに俺の人柄と才能の賜物ですから。この間一枚のハガキが届いたよ。 NTT からの請求書に金額は18,620円なり、もう二度とかけないよ、かけるもんか190990。ああもう少し給料が上がるまではさ、これ